道具ナビゲーターのルミです。今日はこちらの真空パック機を使って熟成油を作っていきたいと思います。今熟成油人気出てきているんですけれども、実際家で作るのは初めてなので、今日は一旦お刺身で食べて3日後、5日後熟成油真空パックをして、熟成油になっていっているのかどうかを実験していきたいと思います。そのために今日はこちらのイサギを買ってきました。こちらをお刺身にしていきたいと思います。その他にマグロとサーモンとタイと用意しています。では早速やっていきましょう。イサギをお刺身にしていきます。まず鱗を引くので、鱗いろんなところに飛んじゃうと嫌だから、このナイロン袋の中に入れていきます。見えるかな、ちょっと見えにくいけどごめんなさい。今もうちょっと前かなぐらいから旬で美味しいですよね。よかったら前にイサギのアクアパッツァとかもあげてるので見てみてください。これで一旦鱗は取れたと思いますので、今度は三枚におろしていきます。よいしょ、はい、では三枚におろしていきます。まず頭、うまくさばけずにお刺身こんなになっちゃいました。ちっちゃくなっちゃったんだけど、とりあえずこれ2つを熟成にして、こちらを今日のおかずにしていきたいと思います。まずお皿やな、お皿、お皿、よいしょ、はい、ではでは、ちっちゃいですね、ちっちゃい、
ではこれ2つとサーモンですね。サーモン、これはスーパーの分なので、よいしょ、3本を熟成魚にしていきます。次にこちらマグロ、はい、よいしょ、ではこの熟成魚にしていきます。熟成するための真空パックにするための袋がこういったものあります。こういったものあります。そして、魚とかから出てくる水分を吸い取る吸水パックにこれを入れてくるんで、ここの中に入れます。このパックはこうやって袋になっているものと、あと自分で大きさを切って袋にするもの、するシート状になったものとが売られています。で、この吸水シートの方はこちらのツルツルの面と不綿布のようなこういう生地っぽい面とありますので、ツルツルしたナイロン面にものをくるんで入れます。はい。こちらも同じツルツルのナイロン面に身を包んで入れていきます。ツルツル面にこうやってくるんで、はい、入れます。そしてこちらの真空パックの方ですね、ここ上上げてここで接着になるので、この部分が何もないようにして、このザラザラな面とツルツルの面とありますので、このツルツルの面を上にして、この接着する部分が何もないような状態でシワが寄らないようにして、上からここの手のマークのところカチッていうまで押さえます。カチッカチッ。そしてここが真空パックの印なので、ので開いたら開くまで待ちます。今ねくっつけて、はい、開きました、パカって、はい、これで、真空パック出来上がりです。他も同じようにやっていきます。よいしょ、カチッカチッ。
とりあえず、イサギ。あ、これ端っこすぎてちゃんとできてなかったんですね。この芯がついたままではもう一回真空できないので、一回切って、よいしょ。で、もう一回やってみようと思います。じゃあ次いきます。よいしょ。これもツルツルの面を必ず上にしてカチッカチッとしてからポンと押します。あるとこのシーラーが壊れてあるので必ず吸水シート巻いてあげてください。でないと魚とかお肉から出た水分がビューってここに行っちゃって故障の元になります。よいしょ。はい、続けていきます。ツルツルの面を上にしてパカッパカッパッ。つけたんですね。できた。よいしょ。はい、最後になります。ツルツルの面を上に向けて、パカッパッパカこれで今日の熟成魚完成しました。イサギが2つに、マグロに、サーモンに、タイですね。はい、こちらを冷凍せずに冷蔵庫で3日寝かして、どうなってるかをまた後でお伝えしたいと思います。